べるの癖があるリンゴが混じってるんですか。いろんなリンゴ、それは品種も千葉のイメージ。これは秋よっていう、こちらも甘いんですけども、あの甘みと酸味がちょうどいいぐらいの甘みと酸味がね。そうなんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ500円ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、私これとこれ、はい、これは何、これは香味と言って、これこれ美味しい。はい、ありがとうございます。赤くなるやつである。これでどうですか。これどうですか。同じですか。はい、ここでもしよかったら。はい、ありがとうございます。店員さんですね、ありがとうございます。今あの通常通り、元気に皆さん頑張ってあの、ね、リンゴ屋さんもそうだし、観光産業みんな営業してるんで、まあ、皆さんに、ぜひ大子町まで足を運んでいただければな。